今回はピクセルエディターのレイヤー名の変更の仕方について解説したいと思います。まずはこちらのコンピューターから画像を開くをクリックしてください。画像を選択してもらって、こちらの開くをクリックしてください。こちらがレイヤーパネルになります。こちらにある鍵の女王マークをダブルクリックしてもらうと、このようにレイヤー0に切り替わったかと思います。こちらの名前を変更したいと思います。またダブルクリックしてもらって、こちらに背景と名前をつけます。このようにレイヤーの名前を分かりやすくしておくことで、再編集するときに編集がしやすくなります。ぜひやってみてください。今回は以上になります。